こんにちは、ファシネイトの小林です。本日はジギーチェーン 21AW コレクションの個人オーダーしていたアイテムを使用したスタイリングをご紹介させていただきます。まずはインナーのシャツからなんですが、こちらはジギーチェーンの今季のシーズンテーマであるシュガーデンズの名前の由来となっている蘇州古典庭園の風景を実際にジギーさん自らが撮影したグラフィックプリントをモチーフとしています。シャツのシルエットはレギュラー丈のスプレッドカラーをセレクトしています。こちらはワイドラペルのアウターとも非常に相性が良くて、今回使用する布団のコーデュロイアウターとマッチするアイテムとしてセレクトしています。アイウェアはリガーとイマワンのコラボレーションモデルをセレクトしました。こちらの材質はバッファローホーンです。シューズはグイディの中でもロングセラーアイテムの一つであるトレッキングシューズをセレクトしました。こちらは今回フルレングスのワイドパンツを合わせるということで、そのボリュームに負けないようなシルエットものをセレクトしています。最後にメインとなるコートなんですが、こちらはピークドラペルのかなりワイドフィットのシルエットとなっています。今回ジギーチェーンのプロモーションムービーでも使用されていたアイテムなんですが、パンツはあえてクロップド丈タイプではなくフルレングスのタイプを合わせることで、よりリラックス感のあるスタイルに仕上げました。